はい。今回も、ひとし松本の滑らない話、やっていきましょうかえ。文春の記事に対して、そんな事実は一切ないぞというふうに指定していた吉本工業。今回ですね、レポーターの方が吉本工業に取材をしていたようなんですけども、吉本工業が発表した内容について、嘘が見事にバレてしまいましたので、お話ししていきたいと。 思います「文春は嘘記事を出してくるんだ」つってですね松本を擁護していた人たち嘘つきはどちらだったんでしょうかーっていうのでですね、えー、こちら吉本興業が以前発表していた内容ですけども確かに書かれてますよね。 女性との性的行為に関する記事が掲載されております。しかしながら、当該事実は一切ありませんっていうふうにですね、えこのように書かれているんですけども、今回ですね、え行為自体は認めとるやんけーっつってですね、やっぱりですね、吉本工業、このように嘘ついてしまったので、どん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 辻褄が合わなくなってくると、もういろんな芸人がですね、ゲロ吐いて、え実はやってましたーとかですね、飲み会やりましたーとかって、もうゲロ吐いちゃってるので <laughs>、もうコントロールつかずでですね、もう、 もう行為自体はあったぞというふうにですね、ついに認めたわけですよね。やっぱりもともとこの時にですね、吉本興業が、このプレスリリースを出した時に吉本興業が争いたかったことと、まあ松本人志自身がですね、争いたかったこと、まあ違ったんでしょうね。 まあだからこそですね、この時は、まあそんな事実は一切ないというふうに否定してですね、飲み会自体も否定しているようなこれ書き方ですけども、記事の内容全否定してますからね。一方、ただ松本の方はですね、とうとう出たね、つってですね、飲み会自体は認めてたわけですよね。 まあ、嘘ついてるとですね、こうやって嘘がバレる前から、もう突っ込みどころ満載になっちゃうわけですよね。事務所と松本言ってること違うじゃないか、とかですね。まあ、辻褄がどん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 合わなくなってくるわけですよね。というのでですね、まずはちょっと関連する記事を見ていきましょうか。えー、今回の記事こちらです。松本人志報道で有名レポーターが吉本工業を取材、いわゆる同意はあったということです。っていうのでですね、記事の中身も見ていきましょう。 芸能レポーターの島田氏が12日 ABC テレビ「ニュースおかえり」に出演松本人志と「週刊文春」の裁判の行方について解説した松本は昨年12月27日発売の「文春」で女性問題が報じられた吉本興業は同日当該事実は一切ないとして文春への法的措置を検討中と表明している島田氏はまず松本さんは裁判に注力するために活動を休止しています 小沢さんに関しては性的行為を目的とした飲み会をセッティングしたことはないということで活動は継続となっていると説明続けてただ一つ「事実無根そういった事実はない」という発言がありましたけれどもそれが何を指すのかというところで揺れていた部分がありました実際に飲み会も何もなかった本当に事実無根なのかというところもあったんですけどこれ事務所に確認しました そうしましたら飲み会自体はあったそうです <laughs>。それからそういう行為もあったようですと証言したっていうのでですね。まあそりゃそうでしょと <laughs>。こんな当然ですね、そんなこともあるだろうと。誰もが疑わない事実をですね、きちんと認めることすらもしない。むしろ否定している時点でもう信用されないでしょと。案の定ですね、これ嘘だってもう分かったわけで、もうそんな人たちのこと、これからですね、誰が信用するんですか これ裁判の印象とかも悪くなったりしないんでしょうかねこの人たち今回の報道に関してプレスリリースでも全世界に対して嘘を発表してたけどこの裁判でもですね本当のことを言ってるのかなっていうふうにですね裁判官の方をちょっと疑いの目で見たりしないんでしょうかね結構これ印象悪いんじゃないかなというふうに思いますけどね でそういう行為はあったがそれは強要したものではなくいわゆる同意があったということです無理やり何かしたというわけではないということなので裁判では今後そこが争われていくことになるんだと思いますと争点を説明した ま、あここも当然ですよね。行為すらも否定していた松本養護派、息してる <laughs> ほんと、たくさんいましたよ。もちろん全員ブロックしておきましたけども、もう、この飲み会とか行為自体も否定する人、そんな人がたくさんいましたからね。えー、さらに、今後行われるであろう裁判については、松本さんが個人で文春に対して行うもので、吉本工業が裁判をするということではないようです、と指摘した。また、共演の弁護士、三和氏は、今後の行方について、 おそらくですけども、実際で判決まで出るとしたら、2年ぐらいは大体かかるのかなと思うんですと推測。その上で、ただご本人が何かするのって、尋問の時ぐらいだと思うんですけど、尋問って、だいぶ裁判が煮詰まってきてからやるんです。通常は別にご本人が出廷する必要もなく、大体代理人だけで進んでいくので、 多くの方がお仕事と継続しながら裁判の手続きに向き合ってらっしゃるとは思うと語り裁判に注力するため活動休止という決断を下したことに首をかしげていたっていうのでですねもう弁護士もびっくりでしょうっていうのでですねいやいや君うちの弁護士に仕事依頼してるんだから君自身そんなやることないよというふうにですねもう弁護士もびっくりしていますというですね、えー、そんなお話になってました えこちらですね先ほどの吉本興業の発表に戻りますけども吉本興業はですねこの時点でもう全否定してですね何の説明もしようとしなかったじゃないですか、まあ、騒ぎが収まるのを待とうとしていたんでしょうね。 まあ半分諦めつつもどどこまで出るかどれだけ騒ぎになななるかも神頼み,みたいなですねそんな状況だったたのかなといいううふうに思いましただってですね、これ結局法的措置を検討していく予定ですって言ってですね、まあ法的措置しなかったですからね、まあ裁判どころかですね、これ出版差し止めの仮処分の手続きすらもしなかったですよね。吉本興業がですね、もう部が悪すぎるっていうふうにやっぱ気づいてたんでしょうね。で、それからですね、これ松本が活動休止をしたので、損害賠償の請求額がですね、 90億円とかもうとんでもない金額になるぞ、文春やべえぞーとかって言ってるです、ねえ、そんな人がいますけども、結構厳しいんじゃないかなというふうに思います。これ、ですね文春によって松本が仕事ができない状態になったのか、えどうなのかというのがですねキーになると思うんですけども、そもそも自分から活動を休止してるじゃないですか。 弁護士もびっくりするぐらいですね、活動休止する必要がないのに、早々に活動休止しましたよね。これがですね、裁判が始まって、やっぱり仕事と両立ができません。ならまだしもですね、自分から早々に活動休止してますから、活動休止したから、はい、その分補填してくださいっていうのはですね、これ通用しないわけですよね。もう一つ、報道によってこれスポンサーが離れたっていう話があるかもしれませんけども、成果外の部分が仮に嘘だったらその通りかもしれません。 ただ、ですね成果外を除いてもこれを除いても松本やその周辺の芸人たちが認めているところだけこれだけ報道されていたとしてもですねスポンサー的にはかなりもう避けたいタレントになっていたわけですよね。不倫が報道されただけでも仕事なくなる人たちいっぱいいるじゃないですか不倫が報道されて何十億円もゲットした人っていないじゃないですか。 不倫が報道されて、これ、損害賠償ってですね、せいぜい100万円、200万円、まあ数百万円程度ぐらいなわけですよね。 そう考えるとですね、これ不倫報道とかそういうのでですね、まあ、こういうパーティーやってましたという報道だけで数十億円取るっていうのはですね、非常に厳しいんじゃないかなというふうに思いますけどね。まあ、あくまでこれ、クリーンなイメージのタレントとして売っていて、そのイメージを使って CM に起用されたりですとか、テレビに起用されたりしてたわけですよ。それで、えー、国民、その CM、テレビを見てる人たちのイメージ操作をしてたわけですよね。芸能人なわけですし、実際はそんな人じゃないぞと、クリーンじゃないぞと。 いう報道については、これが文春の記事が真実であれば、ですね、まあ、真実であればというか、まあ、ほぼほぼもう、性加害以外はもう認めてるわけですし、うん、公共性、公益性すらも、ですねこれも認められちゃうんじゃないかなというふうに思いますけどね、性加害すらしてないぞ、えー、パーティーすらしてないぞ、不倫はしてないぞという、ですねそんな状況であれば、損害賠償請求、かなりすごい額になる可能性あったかもしれないですけども、まあ、もうそうじゃないですからね。はーい えー、ここまでの事実は認めてですね、タムケンもですね、様々な事実を認めて、ホリプロと小沢は今何を思うんでしょうね。<laughs> えー、これでですね、ここでですね、なんだ、恥じる点がありませんってですね、おっしゃってましたけども、まあ、自分が紹介した女性と松本が行為をするぐらいはですね、恥ではないかもしれませんけども、その過程ですとか、えー、今回の報道に対する対応の仕方ですとか、本当に恥じる点がなかったんでしょうかね。えー、世論の意見を制御するためにですね、ここまで主張が2点3 点する人たちにまあ、加担していたようにも見えますけどもそれって恥じる点ではないんでしょうかね一般的にはですね嘘がバレて恥かいたそんな嘘人を騙すことに加担してしまって恥かいたという風にですねえなりそうな気がしますけどもこの人たちはですねえそれを恥だと思わないんでしょうかねいや僕だったらですね恥だという風に思いますけどねはい え皆さんですね、今回、吉本興業が文春の記事の一部を認めてしまい、えー、過去の嘘がバレてしまったわけですけども、皆さんですね、このように嘘をついていた吉本興業についてですね、どのようなご意見をお持ちでしょうか。皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると。 嬉しいです、えー、それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします、えー。それからですね、こちら X もやっています。動画にできないようなちょっとした小ネタなんかをこちらの X の方でつぶやいておりますので、動画をご覧になった後ですね、X のフォローの方もお願いします。はい、今回の動画ここまでになります。それではまた次の動画で。